どうも不動産芸人のセラッキョです。イエーイさあというわけで本日は僕が不動産業界で実際に体験したものすごくゾッとした話それをお聞きいただければというふうに思っております。えー、今回の話に関しましてはひょっとしたら皆さんの中にも、えー、実際にそういうふうなことに知らず知らずのうちに巻き込まれてしまっているかもそんなふうなお話でございます。 僕自身もその現場に立ち会った時にこんなことあっていいのってもし自分が巻き込まれてしまっていたらめちゃくちゃ怖いやんっていうふうに自分でもすごくびっくりしたしすごく心の底から怖かったそんなふうな話になりますのでぜひ最後までお聞きいただけましたら幸いです僕がお客さんと一緒に賃貸アパートの 内見に行った時のお話なんですけどもそのお客さんっていうのが、まあ、女性のお客さんで、まあ、すごく天真爛漫というか、まあ、ちょっと抜けてる部分もあられるんですけどすごく明るくて気さくですごく話しやすいそんな風な女性のお客さんだったわけなんですけども、まあ、物件資料いろいろお送りする中でこの物件が見たいって言った物件がだいたい駅から徒歩10分ぐらい離れているようなアパートだったんですね。 でそのアパートの方の内見の手配をいたしましてでその物件っていうのがあの管理会社がね駅前の方に不動産管理会社がございましてでその管理会社の方に僕が鍵を取りに行ってでそこで鍵を預かって現地を内見するみたいな感じの仕組みだったんですね。なので僕は内見の手配をして実際に駅前のその不動産管理会社の方で鍵を預かって現地に行って 内見をするみたいなな流れになりましてで現地着いてみるとすごく閑静な住宅街にあってで外観も綺麗で、でまあ外観を見る限りではすごく良さそうな物件なんですね。でそのアパートの外階段をお客さんと一緒に上がりまして共用廊下を進んでその部屋の前に行って管理会社から預かった鍵でその部屋を開けていざ内見っていう時に。 僕の携帯電話が鳴りましてでまあ実際に不動産屋っていうのはまあそのお客さんの内見に行ってるけども同時進行でいろんなお客さんも追客しているというか他のお客さんもいたりするので,で僕の場合は賃貸売買両方やってたりするんでちょうどその時に不動産売買の案件がちょうど契約間近で,で結構大事めの電話がかかってきたんですね。っていうこともあって。 どうしてもちょっと案内中ではあるけどもこの電話には出ないといけないっていうことでお客さんの方に「すいません」とちょっと一本だけ「僕電話出させてもらってもいいですか?」 って話をしたらそののお客さんの方がいいいいですいいですすどどうぞどうぞぞみたいな感じであもう私先に内見しちゃっていいですかみたいなことをおっしゃったんで「あどうぞもうお好きにご覧ください」で中にあのブレーカーどこかにありますんでお好きにつけていただいて構いませんので電気もつくと思いますんでっていう話をしてそのドアの外でえ僕は別の案件の電話をするみたいな感じの流れになったんですけどもで僕の電話の方が。 無事に終わりましてそっちの電話を切った後に「そうだ」とお客さんが中で一人で内見してしまってるからすぐに行かないとと思ってその建物の中に入るわけなんですけども入った瞬間に中からお客さんの方の声で「セラさん」と「この部屋すごく自分が住んだ後のイメージがしやすいです」っておっしゃったんです。すごくいいことなんですそれって 自分が住んだ後、ここにベッド置いてここにソファー置いてここにテレビ置いてとかイメージしやすい部屋しづらい部屋ってあってやっぱりイメージしやすい部屋の方が決まりやすいし住んでからも住み心地いいってことが多いんであじゃあよかったですみたいな話をしながら僕もそのお客さんの元に行こうと思って玄関で靴を脱ごうとしたら靴がもうすでに3足ぐらいあるんですね。 えってなって僕とお客さんの2人で内見に行っていて僕はまだ靴を脱いでいないわけなので本来であればそのお客さんの靴1足しかないはずなのに玄関に靴がもうすでに3足ぐらいありましてでパッと見渡すだけでも生活感すすごいんですね家具もしっかり並んであるし。 たまに家具付きの物件って実際にあったりはするんですけど家具付き以上にいろんな小物だったりとかいろんんなものが置かれてるんですね結論言いますとこれ管理会社の方が鍵を渡し間違えて実際にお客さんが入居している状態の部屋を見せてしまってたんですとんでもないミスで言ったらその方の いろんな大事な貴重品だったりとかまた見られたくないものとか室内に勝手に第三者知らない不動産屋と知らないお客さん全然知らない第三者が入ってしまっているわけなのでその入居者からしたら考えられない話なんですけどもただ管理会社の方が間違えてしまって僕に 本来見せるはずののののの空室部部屋屋の隣の入居中の,部屋の鍵を渡してしてまってたんですで僕そん時はそんなこと知らないもんですからえってなって家具付きの物件にしては小物が多すぎるなんかビニール傘とか5本ぐらいあるしどういうことってなって靴脱いですが上がったら お客さんが「家具付きの物件ですごくイメージしやすく不動産屋さんがやってくださってて住んだ後のイメージしやすいです」ってニッコニコしながらいたんですよ。いやこれ多分家具付きとかじゃなくて多分普通に人住んでるよってなって天真爛漫だからちょっと抜けてるとこあるから気づいてないんですよ。管理会社が用意したもんやと思ってて「そんなわけないやん」ってそんなわけないよ。 テレビの前にフィギュア飾らないよ家具付きの物件に。でいやこれは違います多分さすがにちょっと間違えてると思うんですぐ一旦出ましょうっていうふうにお客さん連れて1回外に出てですぐその不動産の管理会社の方に僕が携帯から電話をして預かった鍵203号室の鍵預かってますけどほんまに203号室で合ってますかってすごい家具とか 中に家財道具とかいっぱいありますけどって話したらちょっと待ってくださいっていうふうに言われて保留になってでしばらくしたら大変申し訳ありませんとほんの10分ほどいや5分ぐらいで現地にすぐ向かいますのでとりあえずその部屋の鍵は閉めて現地から離れてくださいって言われたんですよまあ多分その実際の入居者が帰ってきた時になんやこの人って思われるのを避けるためやと思うんですけど でとりあえずその指示に従って僕はお客さんと一緒にそのアパートからちょっと離れたところで待ってたらもう大急ぎの立ち漕ぎのその管理会社のおばちゃんが向こうから走ってきてもう競輪選手より速い透明に見えたんですけども曲がり角もバンク角こんなんギューって曲がりながらぐワって走ってきて「すいません!」って言いながら「203の鍵一旦すぐ預かります」みたいな「これが実際に見てもらう204です」って。 言われて鍵をちゃんとした鍵を預かってちゃんと見るべきはずだった部屋を見てで決まりました家具付きの部屋見とったんでほんまにイメージしやすかったんやと思いますあの多分そのままの家具の配置にしてるんちゃうかなってだから203と204今同じ家具の配置になってる可能性あるんですけど そんな感じのことがございましてただちょっと途中で僕が面白話みたいな雰囲気にしちゃいましたけどこれ絶対あってはならないミスでして先ほども言いましたけども自分の部屋を自分が外出してる間に勝手に第三者に見られている可能性があるって思ったらめちゃくちゃ怖いんです。これ不動産管理会社たち絶対やっちゃいいけけななミミススんでですけどもただそのミスのおかげで 制約になったといいう話ででございますす以上ですはいというわけでございまして、えー、こういう風な話もうねなければいいんですけどもあのそういう風なことがある可能性ってゼロじゃないんですね。 管理会社の方で必ず入居中の部屋でも合鍵は管理しておりますのでその合鍵を渡してしまったとそういう風なことになってしまったらこういう風なことが起こりうるという風なお話でございましたよかったらチャンネル登録お願いいたしますまたいいねやコメントなんかもお気軽にお願いいたしますまた動画の内容もリクエストをいただけましたらリクエストに沿った動画をお撮りさせていただきますのでお気軽にお願いいたしますというわけでございまして僕が不動産業界で体験したゾッとする話で ございましたそれでは皆さん「賃貸」じゃなくて「バイバーイ」。